何菌っていうんですか。もう消炎菌です。消炎菌だった。はい、そこ行っていいか。三頭筋も、はい、腕の方についてますけど、こう関節をまたいでついてる筋肉なんで、はい、肩を上げるのに必要なんです。ああ、そこやばい。そこはやばい。腰も関係あるんですか。肩腰も関係ある。広背筋は広背筋がついてるんですけど、はいはい、腕の方についてるんですよ。肩を上げるためにはこっちの柔軟性が必要なので、こっちも取っていかないと肩って上がらないんですよ。そうでもこっちは 100% デスクワークだと思う。全部やばいっすね。今年の目標は良平さん投げる、登板する回数を上げるってことなんで。そうっすね、今日で1回しか投げてない。いやーいいね。あとは健康っすよね。あと健康を重視していきましょうっていうところで。やっぱあれですか、あの私生活、食生活とか私生活からでもこういうとこ悪くなってくもんなんですか。食事だったりとか、日々の動きとかやっぱ少なかったりとか、はいはい、仕事で同じ姿勢が多いとか、お酒をたくさん誰がそれ。アスリートであれば怪我が多い人は結構飲んでる人も多いと思います。あ、やっぱだから番長怪我多かったんだ。柔軟性がなくなってくるんですよね。堀川先生、この業界入って何年目ぐらいですか今。4年目。4年目。はい。トレーナーは何年目ですか。トレーナーはまだ2年しかやってます。2年。今年キャンプとか帯同するんですよ。帯同する。痛い今キャンプの話なの。待って、違うって。痛い宮崎行くの。
あ、そうなんですか。サンマジンですか。わかんないけど。あ、これ痛い、めっちゃ痛い。これだけで痛い痛い痛い。あ、やばい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 。いや、あの、もうこの形成にしてるだけで痛いです、そもそもが。そうっすね。だから、相当やばいっすね。撫でるだけで。あ、痛い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 。いや、マジで痛い。本当に痛い。これ、サムネでしょうか。ガンガンやっちゃってください。いや、それはやばい。多分、飛び起きると思う。最近、リカバリーガンですらやってなかったからな。意味あんのかしら、わかんないけどね、あれリカバリーが。でも、多少はありますよ。ポイントを分かってれば意味ある。ポイントを分かってる。筋肉のその構造とかを理解して、あ、ただ当てるだけじゃなくてってこと。そうそうそう、筋肉にも起死停止があって、つながってる部分がある。お、根元からほぐしていけば、その筋肉は確かに、なるほど、柔らかくなるかもしれない。おう、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 あ、そこ。足パタパタしないの。やばい、そこ痛い。あ、やばい。でもさっきよりか全然肩上がってる感じがします。めっちゃ上がってるっす。確実に。痛みは取れないですけど、はい、可動域は改善できるんで、こうやって。で、それを繰り返すことで投げ方も直ってってとかってもそう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 。いや、腰痛い。腰やばいっすね。全部肩です。肩だけじゃないですよね。連動なんだよ。足から、足からだよ、足から。あ、痛い。いや、嘘、なんでもない。さっきより痛くないって言おうと思ったけど、めちゃくちゃ痛かった。さっきよりか全然違います。さっきなんて、お触りしただけで痛かったじゃん。こうやってだんだんほぐれてくるんですよ。はいはい。もうちょっと、いいお触りだ。これが原因なんで、このゆっくり呼吸しながら7秒ぐらいで吐いて、その時に殺したで、息が切れたら一回吸って、で、ゆっくり吐く時に下ろす。そうそう。で、硬すぎるので、はい、これを家でやってます。はい、毎日、寝る前に。はい。ゴッドハンドですね。はい、ゴッドハンド。ありがとうございました。また来てください。はい。はい、ぜひお願いします。お願いします。ここにいるってことは、常にこっちにいるってことは分かったんで。そうだ、行きやすいです。はい、はい、っていうことで、あの、SE スポーツゴルフ&ベースボール、はい、ただの室内練習場やとシミュレーションゴルフではないと。ゴルフのレッスンもやってますね。やってますいいですよね。で、まあ僕らがずっと野球で使わせてもらってますけど、もちろんゴルフもできるし、こうやってね、あの、悲鳴を出すこともできると。まあ、それは僕がいけないんで、人気悪いですよね。それは僕のせいですけどね。おじいさん。そうそうそう。あの、体に不調のある方は、まあそれこそだからちょっと投球フォーム見てもらうなんてこともできるかなっていう。はい、で、あの、直したところ、こぼうとこうした方がいいって、なおかつ終わった後に、あの、それでしょうか、やってもらえるっていうのもあると思うので、ぜひぜひ、埼玉県狭山市 ST スポーツゴルフ&ベースボールさんにお越しください。料金の方は、ルパンは一緒で、一緒ですね、はい、やってる。3,800円から、そうですね、からです。一般の方は、はい、学生さんは2,200円。うん、じゃあ大学生まで。そうですね、大学生。この辺だと、じゃああれか、はいはいはい、とかもあるし、まあ城西の生徒も来やすいですね。大東とか、はい、その辺の生徒も来やすいかなと。ただ、体に不安のある方はぜひ来てください。はい、ということで、各種リンク概要欄にありますので、チェックの方よろしくお願いいたします。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。このゴッドハンドで、はい、このゴッドハンドでありがとうございます。
けい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